おはようって言われる、うん、おはようございます。どうどうもこんにちは。今回はですね、近場の海に釣りの実践をしに行ってきました。メンバーとしては僕とたこ焼きくん、それとラムチャンネルのライムちゃん、そして両親の陽介と千秋ちゃん、さらに今回は先生として新キャラも登場します。どうでしょう、釣れるといいんですけどね。じゃあ今回ですね、講師役で来てもらってる、村中くん、お願いします。村中です、お願いします。釣り歴は何年ぐらい、結構長いですか。釣り歴は小さい頃から父親に連れてかれて、そこからまあ自然とやってる。ということはもう30年とかそれぐらい。何が得意とかじゃなくて、いろんな釣り全般が好きっていう感じですか。そうですね、何かしら釣りに手を出したらそれにどっぷりハマって、何でもやるみたいな。なるほど。今日はキス釣りをちょっと教えてもらおうと思いますので、よろしくお願いします。じゃあまず最初に、キスを釣るための仕掛けですか。はい、仕掛けからということで、仕掛けがこのジェット天秤っていう。ジェット天秤、はい、はい、これが重りですね。重りでこの竿に合ったグラム数の重りを買ってもらって。なるほど。でその先にこの針をつける感じですね。はい、キス釣りは結局餌を何個かつけて何匹か同時に狙うみたいな感じの釣りって考えたらいいですか。そうですね、なんか群れで行動してるらしいんで。あ、なるほど。で釣れて、まあ、ゆっくり巻いてたりしたら1匹かかったり3匹かかったりとか。じゃあ1匹釣れたとしたらその辺にはまあいるだろうと。その辺にはいそうですね。なるほど。最初この2本釣りのやつをガイドの向きをだいたい合わせてもらって。ガイドってのはこの丸い。そうですね、これをこうひねったりしてない状態で。あ、なるほど。合わせた状態でクッと差し込んでもらって、はい、で糸を出して、でこの前回結んであるスナップ、はい、スナップですね。スナップにの天秤の向きがこうじゃなしにこっち向きですね。あ、なるほど。こっち向きでこっちを上にして、うんうん、通してロック。ロック。はい。この先にこっちにもうスナップが結んであるんで。はい。これをかけてもらって。はい。で引っ張り出していく感じですね。なるほど。これ引っ張れば外れるように簡単になってますんで。うん、これはもう袋から出したりせずにそのまま引っ張る。そうですね、ここの金具をつけてもらって引っ張ったらいい感じで出てくるんで。なるほど。あ、これはこれ毎回外に出して。そうです、もう物によっては出さんとなんか引っかかったりするのもあるんですけど、うん、基本的にこういうのが多いですね。なるほど、はあ、勉強になりました、これは。へー。で、あとはこれに今回砂虫を使うんですけど。砂虫、はい。砂虫をつけてもらって、あとはもう釣るだけです。なるほど。砂虫と青虫っていうのがあったけど、なんかこう違いみたいなのがあるんですか。大きさとか、大きさ、張りかかりしやすいとか。ああ、なるほど。いろいろあるんですけど、今回キスを狙うんで、砂虫、キスメインで狙うんで砂虫が。なるほど、いいだろうと。はい。これからは僕の苦手な虫が出るよ。餌の付け方って何かあるんかな。そう餌の付け方、人それぞれなんかな。やっぱり餌の付け方は僕はもう頭からこう刺して前のワームじゃないんですけど、頭からっていうのは口から。僕は、まあ、口を取る人もいるみたいなんですけど、僕はもう口から刺しますね。なるほど。口から刺して、でこう五回がこう刺さってる状態で、うん、針先をちょっと出す感じですね。針先をちょっとだけ出して、キス釣りの時はもう1センチぐらいの場所でちぎって。ああ、そんなちっちゃくて。そうですね。あんま長すぎてもその後ろをつっつくばっかりで、ああ、なるほど。
かかりが甘くなったりするんで、当たったと思っても釣れてなかったみたいな。なんかあの来る前に調べてきた中ではキス釣りっていうと、なんかこう先っぽにちょっとだけかけて後ろこう垂らすとか、あ、まあ、うん、なんか何個か虫をつけて塞がけっていうの、ね、本当なあの釣りって人それぞれなんよね、だけど、うん、その正解は本当なくて、うん、なんかそのやっぱり村中が言うのはやっぱり経済的じゃん、うんうん、やっぱり、うん、あの餌を無駄にせんし、うん、そういうのでやっぱり感覚をね掴んでいってもらって、なるほど、まあ、とりあえず臨機応変にというか、その例えば1センチぐらいのやつで釣れんかったらもうちょっと長くしてみるとか、うん、それでアピール力をちょっと上げてみるとかいうのもあるかもしれない、ね、あの想像力で工夫しろと、そうですね、海の中想像しながら、なるほど、まあ、それが大事ってことだよね。そうだね、何のついても大事だ、うん、であと聞きたいのは、このキス釣りっていうのは、昔やっとったキス釣りっていうのは、投げて10分ぐらいほっといて巻きましょうみたいな感じでやりよったんだけど、そういう釣りなんかね、あ、昔から多分その今から今日村中が釣るような釣りだと思う、うん、それを俺らは知らんくて、なるほど、勘違いしてやっとった、勘違いしてやっとった、なるほど、じゃあ釣り方っていうのもあるわけね、キス釣りと、そう、村中なりの、あ、なるほど、なるほど、俺らなりの釣り方っていうのがあって、じゃあそれはちょっと今日は見させてもらいましょう。はい、お願いします。頑張ります。村中の取った方がいいかもしれないよ。でも人によってあの1個だけ丸々つけたりとかいう、あ、アピール重視みたいな人も、一番下だけちょっとサービスでアピール重視にしようか。なるほど、うねうねうねするのでアピールするんだよね、海の中で。まあそうかな、うん、なるほど、うん、今度村中君のやつを、そうですね、投げさせて、あ、そうか、投げるとこ取ろうか、じゃあ、また取れるだろう、あ、とか言ったら1投目できたりして。うわ、これは長いね、釣り止めが。昔の竿なんですか。なるほど。これは、この中に5階が。そうですね、この中に、まあ、まだ入れてないんですけど。これはこんなのがあったら便利だなと思って自分で作ったやつ。え、自分で作ったやつ。自分自作で、箱の寸法とか測って、ランタンハンガーみたいな感じで。そうですね、あれとかも自分で結構作ったりしてる。すげー。じゃあ溶接もできる。溶接するようなちょっと仕事をちょっとしてるんで。なるほど、それはすごい、まあ、よくできてるこれ。あれば便利だなって思ったやつ。なるほど。じゃあちょっと虫をつけますか。僕のはシーバスロットです。シーバスロット、はい、シーバスロットで、うん、まあ、どちらかというと竿先ソリッドとかチューブラって言って、はい、中が詰まってるやつは、うん、その分細くできるん でベニャンベニャンになるんですよ。ああ、ということはこれは、中空のものではなくて、もう中が詰まった、これは中空のタイプで、針があるタイプですね。針がある方がキスのカツ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 っていうあたりを、なるほど、取りやすいってのがあるんですよ。あの手に感じやすい。そうですね、柔らかいやつだったらもうしなって海藻とか引っかかって、そこをずる引いてくる釣りなんで。ああ、なるほど。海藻とかかかった時に竿先が曲がって当たりなのかどうなのか分からない。ははは、針のあるタイプを使った方がいい。なるほど。あ、もう仕掛けは簡単ですね。結局糸にこの天秤ついて針つけたらもう釣りができる、はい、なるほど、結構シンプルなんです。はい、で餌が僕の場合はなんですけど、はい、口付近でもいいんですけど、うん、刺して送っていく感じですね、根元まで。これは基本的にこう針が全部隠れるようにというか。そうですね、僕はそうしてますね。なるほど。で、針の根元まで来たら、はい、針先をちょっと出してあげる。ちょっと出した。え、釣った？おお。え、もうよかったね。何の魚だろう、あれは。
ブルーギルみたいな。で、僕はここで1センチぐらいのところで、なるほど、ちぎったこの半分をもう1個の針に使う感じですね。根元まで行ったら針先だけちょっと針の返しの部分まで行ってあげるって感じです。なるほど。これもう一個使おう。あ、じゃあ本当そんなすごい大量にこの虫がいるかというとそうでもないんですね。そうですね。なるほど。まあ、その虫の大きさもお店とかによってまちまちなんで、ちっちゃいやつだったら1個しかかからないとかもあるんですけど。なるほど。こんな感じですね。すげえ、1匹で3つの針が3本取れました。経済的な。じゃあこれを例えばもうこうバーッと投げるわけですけど、はい、なんか狙うとことかあったりしますか？狙うところはもう今回ちょい投げっていう感じなんで、はい、そんな遠投しなくて。なるほど。もうちょっと投げて、はい、キスっていうのがなんか動くものに反応しやすいらしくて、投げて放置ではなくて投げて、まあ、サビいてあげるっていうんですけど、はい、竿でゆっくり取ってあげて当たりを取るか。ああ、なるほど。巻くんじゃなくてこう竿でぐーっと、まあ、巻きでもいいみたいなんですけど、僕はサビく方が多いですけど。なるほど。誘ってあげて砂ぼこり立ててそこに何かあるぞみたいな、あっこなんかおるぞみたいな、はうはう思わして寄ってきてそこに餌を見つけて食べるみたいな。なるほど。じゃあ行きますか、1投目、はい、周りに人がいないのを確認してもらって、はい、右側とかでも釣れるんで。ああ、なるほど。じゃあ遠ければいいってわけでもないと。そうですね。本当ちょっとしか投げなくても釣れる。ああ、なるほど。なんなら横に向いて投げても釣れるぐらい。ああ、へえ。でも本当子供と一緒にやるにはちょうどいいぐらいの釣りですかね。うん。あ、今当たってます。当たってる。おお。先っぽが。ああ、でも。あー、なるほど。そ、あ、じゃあそこにいるんですね。おお、正面はフグだった。しかも大きいフグとちっちゃいフグが。ちっちゃいのですよ。すごい。キスとかも本当波打ち際でいるんですね。これちなみに聞いてみたいこととして、はい、例えば投げてこう巻いたけど釣れませんでしたっていう時に餌はそのままついてるじゃないですか。それってどれぐらいの頻度で交換します？あんまり交換しないもんですか？餌はついてたら僕そのまま次に投げます。なんかその餌の鮮度が悪くなるとかそういうのはあんまり気にしなくてもいい？鮮度はあんまり気にしないです、ね、あ、なるほど。でも大体砂虫とか柔らかいんで、はい、大体1頭でなくなってることも。針から外れてる。針から外れるか、なんかそこをズルビーてきたりするんで、なんかちっちゃいのが餌取りじゃないですか。ああ、なるほど。ちっちゃいのがつついてたり、なんか海藻に絡まって外れたりとかいうことも。なるほど。そっか。じゃあそこまで長持ちするもんでもないけど、ついてればまあそのまんまで。そうですね。わかりました。ということは折るってことやね、でかいのはね。あ、最後サングラスですか？あ、サングラス。どっかに置いてなかったっけ？すげえ。そうそう、しとった方が危なくないけ。いいよ。ね、投げるのはまだできるのよね。サビキはできるんだけどね、このポトッと落とすだけだったら。大きいのをバラしてしまった。だってちょっと持って帰れたもんね、これ。
え、そうなの、キスかね。いや、キスじゃないよ、多分フグかね。あそことかかもしれない。いや、こういう引きじゃなかった。あ、そうなんだ。あれ、もう父ちゃん引きれんかった。引きれんかった。あ、でかくて、うん、そんなでかかった、すごい。ちょっと持って帰ろうと思う。力が足りんかった。力が足りんかった。頑張ってみようね、ちょっとね。うん、閉じたら大丈夫。腰が引けた。よし、もうちょっと入れろ、真ん中まで入れろ。セーフしよう、やろう。針外しって言ってね、すぐ外れる。ゼロに合わせて。ゼロで30。ちょうど30センチ。うん、ぴったり30センチ。30センチか。うん。いいじゃん。やったね。もっと上に上げろ。もっと上に上げろ。やったね。うどうだった？重たかった？重たい。あ、じゃあ入れとこうか。本命、あ、これ閉めるけ？今から村中。あ、閉める。あ、じゃあ閉めるのを見せてもらおう。魚の締め方は焼き魚とかするときに、はい、魚の向きだいたいこう置くことが多いと思うんですけど。うん、はい。なんか締める、脳天締めとかするんですけど、はい、締めるときは逆向きの方がいいですね。逆向き、はあはあ、逆向きの、まあ、左利きなんで僕こういう形になるんですけど。なるほど。ここにこれがあるんですよ。ここにもう一個エラがあって、もう一個線があるんですよ。あ、本当だ。この線をずっと辿ってってもらうと、硬い骨がポコッと山がある部分があるんですよ。はい。山の先に柔らかいとこあるんで、はい、この一番出っ張ってるところに脳みそがあるんですよ。なるほど。骨で守られてる感じなんで、しっかり顔通っとってよ、魚の周りを。その上からこれ辿ってった山の上からその中にめがけて刺す感じですね。中にめがけて、で状態なんで。なるほど。あ、はい、血が出てきた。で、これを血抜きするのはどうしたらいいんかいね。血抜きするのは血抜き、
これで終わりではないわけです。ああ今はこれで今脳死状態、脳死状態で、まあ、このまま放置してても、はい、15分ぐらいしたら痙攣しだすんですよ。なるほど。で今日神経締めの棒をさすがに持ってきてなかったんで、はい、これは神経締めできるサイズってことできるサイズですね。なるほど。でこのエラのここに膜があるんですよ。膜、ああなるほど、はい、この膜を切ってあげて、はい、骨の下側に太い動脈通ってるんで、はい、その動脈を切る感じですね。ここを切る感じ。おこの骨に当てて、骨に当ててここを切る感じですね。なるほど。なんかおいしんぼとかで見た血抜きだと尻尾を切ったりするんだけど、それは違うんだ。尻尾も切ったりするけど、俺はもうやっぱ釣り人だけ、うん、その場ですぐできるやつ、うん、今穴開けたところに指を突っ込んでもらって、はい、ちょっと穴を開いてあげる感じですね。なるほど。切ったところので、つけて、海水の成分のせいかこう血が固まるんですよね。こう、血が固まってここにとどまるんで、そこからもう血を止めよう止めようとする作業があるんで、それをもう振って出してあげる。でやっぱりこの、 あの締める作業をした魚とせずに持って帰った魚っていうのは全然味が違うんですか？そうですね、せずに死んでしまった魚とかはちょっと血生臭かったりとか。あ、なるほど。もう疲れ果てて死んでしまった感じになるんで、ああそういうことですね。魚の中にエネルギーが残ってないってことだよね。それはもう残ってないって。ああそういうことか。エネルギーを残したまんま死んでしまったっていう、締めてあげるって感じです。あこれ何の料理がおすすめかね。刺身にもできるっちゃできるし、塩焼きでも美味しいと思いますね。塩焼き、これ焼いて食べたら美味しいよ。半分刺身で半分焼いたらいいんだよ。ああ、半身を、うん、ああ、ええかもね。もしや、綺麗な海で釣れたチームなんで、全然美味しいと思います。このフリフリっていうのは、何分が目安にやったらいいかね。これは2、30秒って言ってましたね。じゃあもうそろそろ OK。もう OK なんですけど、ああ、さっき、エラにこう血が固まってるんで、こういうのを振って取ってあげる感じです。あの、このエラは取らなくても。エラは取らなくてもいいですね。なるほど。こう、あ、まだ出とるな。調理段階で取るってことだよね。そうですね。エラは。ああ、なるほど。エラの色がもうちょっと赤っぽかったのが、はい、今こうもう綺麗な、あピンクになる。ピンクになって血が抜けた色になるんですよ。なるほど。これが血抜きができたってことですね。そうですね。へえ。これで冷やし込みが。冷やし込みはクーラー入ってるのかいね。入ってないと氷。本当はなんかあれよね、海水とか入れた方がいいよね。そうですね。海水入れようか。手は全然ある。移動を視野に考えた矢先にメタル丸で大物釣れてたから。メタル丸でこれだったんだけどな、本当は。一番大事なのがこの冷やし込みですね。閉めたら魚が体温急にガッと上がるんですよ。なるほど。それが氷入れてるクーラーボックスに入れるだけだったら中まで冷え込まないんで、うん、海水氷で冷やしてあげるって感じですね。なるほど。水半分海水半分とかっていうのもあるし、うん、真水は混ざらない方がいいっていう人もいるんですけど、まあ、人それぞれまあ賛否両論あると思うんですけど、そこは海水氷でまあ氷が溶けて、まあ、ちょっと水になるのも計算してってことですね。ああこの場だけちょっと冷やし込みしてから半身を刺身で食べよう。そうしようか。これね。そうしよう。で半身は持って帰って焼いて食べると、あとで食べれるってこれお刺身食べてみよう、うん、そしてもう一回釣ろうか。俺らの釣り歴って何？よかったね。移動しようか。ちょっと1本ずつやったら移動しようじゃん。でその間に冷やし込んで、うん、あ、で、ついてからやる、うん、
よし、じゃあこれから、違う釣り場に行って、うん、今度はね、キスを狙っていこう。ここはちょっと風が強かったでしょう、うん、風が強かったけ、風がなるべく強くなさそうなところに行こうって。よし、よし。魚がね、来た時分かった。魚が食べたなって分かった。分かった。餌を、うん、ブちゃん重たかった。重たかった。で、引っ張ったよね、ぐるぐる回したけど、あれ逆に、うん、自分が引きずられた。自分が引きずられた。このくるくる回すやつも回せんかったよね。うん。でそれぐらいでかかったってことだよ。うん。すごいね。うん。次もじゃあそういうの釣れたらいいね。うん。よし。じゃあ次も頑張っていこう。よし。ねえ、ジャンプもいいけど、こうやって海を見てやるのもいいよね。